腹ペコ青虫。おや、葉っぱの上にちっちゃな卵。お月様が空から見て言いました。お日様が昇って暖かい日曜日の朝です。ポンと卵からちっぽけな青虫が生まれました。青虫はお腹がペッコペコ。青虫は食べるものを探し始めました。そして月曜日、リンゴを一つ見つけて食べました。まだお腹はペッコペコ。火曜日、梨を二つ食べました。やっぱりお腹はペッコペコ。水曜日、すももを三つ食べました。それでもお腹はペッコペコ。木曜日、いちごを四つ食べました。まだまだお腹はペッコペコ。金曜日、オレンジを5つ食べました。土曜日、青虫の食べたものは何でしょう。チョコレートケーキとアイスクリームとピクルスとチーズとサラミとペロペロキャンディーとさくらんぼパイとソーセージとカップケーキとそれからスイカですって。その晩、青虫はお腹が痛くて泣きました。次の日はまた日曜日、青虫は緑の葉っぱを食べました。とてもおいしい葉っぱでした。お腹の具合もすっかり良くなりました。もう青虫は腹ペコじゃなくなりました。ちっぽけだった青虫は、ほら、こんなに大きくて太っちょになったのです。まもなく青虫はさなぎになって何日も眠りました。それからさなぎの皮を脱いで出てくるのです。あ、蝶々。青虫がきれいな蝶になりました。